あれ？私たちの船が壊れてる。本当だ、最悪これ乗って脱出できるかなって思っていたのに。どうするか。この島に何か脱出できるものとかがあったりするか。見る限りめちゃくちゃ森ですけど。私たち以外にも何かいたりするのかな。せめて一旦武器とか作る。そうだな。刑務所の時みたいに木が全然ないわけじゃないからな。ここは無限に近いくらいに木がたくさんあるからいい。でも逆に言えば木しかこの辺ないんだよな。うん。ずっとこの景色が続くんでしょうかね。どうなんだろうな。だとしたら一生脱出できないぞ。とりあえず作業台を作っちゃおうか。お、ありがたい。一応基本ツールだけは作っておくか。なんか普通のサバイバルになってる。木のツール作った後に言うことじゃないかもしれんが、普通に掘って石ツール作った方が良さそうだったな。いやそうだよね、確かにそれは言えてる。ちょっとこの辺階段掘りしちゃうな。痛いな、お前私のこと殴っただろ。あ、ごめんごめん、間違えた。まったく、バトルロワイヤルでも始まるかと思ったぜ。じゃあもう先に進んじゃいますか。そうだな、怖いが少しずつ前に進んでみようぜ。これ普通に迷っちゃいそうだね、何も目印がないからな。はぐれないように行こうぜ。霊夢はどこだ。あ、そこにいるか。怖い怖い、早速迷ったのかと思った。あ、こんなところにスポナーがある。マジかよ、スポナーがあるんかここの森。しかもこれよく見たら中にクリーパーが入ってる。マジで、クリーパースポナーとかヤバくないか。やばい、言ってたらクリーパーが湧いた。こっちトラ防具つけていないんだぞ。食らったらなかなかやばいって。やばい、爆発する。スポナー壊しちゃおう。さすがにずっとクリーパー湧くのはやばい。いや、この島おっかなくない？これさ、今後敵とか出てくるのであれば、防具とかをしっかり揃えないとまずいな。どこかで手に入らないかね。周囲を見る限りでは木だけしかないけどな、島の中心に進めば何かあるかもしれないな。っていうかあと普通に空腹なんだよね。そうか。食料もないのか。そういえば刑務所から持ってきた食事はどうしたのよ。え、多分途中で全て食べ終わったぞ。もう、こういう時のために取っておくべきじゃん。お、リンゴが落ちたじゃねえか。私はいらないからそれで我慢しろ。くぅ、ハンバーガーが食べたい。こんなところにハンバーガーなんてないだろ。あれ、ひょっとしてこれ森を抜けたんじゃない？本当だな。砂が見えるぞ。あ、橋があって？その先に明らかに人工的な何かがある。なんだあれ？何かここから脱出できる手がかりがあったりして。って待ってくれ。中にいるのは、敵か。こいつらは明らかに襲ってきそうな奴らですね。ドアの前でめちゃくちゃ待っているな。でもここって鍵がないから何もできないよ。確かにここの鉄扉から入ることは不可能そうだな。この石レンガの壁を回ってみる。何かあるかもしれないから回ってみよう。あ、こっちに何かあるぞ。何その鉄ブロックの置物は。あ、セーブポイントだった。ちょっとめたいですねこりゃ。一応発見したから押しておくか。そうだね、ここでリスポーンできるようにはしておこう。さて、周囲に何かあるんでしょうか。うん、入り口っぽいところが見当たらないんだよね。ここはまだ入れないのか。いや、あそこに何かある。本当に、入り口かな。お、これは誰がどう見ても入り口だね。ってそのままの流れで入るんかい。え、別にこの辺は誰もいないから大丈夫じゃない。あ、スポナーがある、やばい。でも今は周囲に敵がいないから壊せそう。オッケー、敵が湧く前に壊す。どうやらこれはさっきの邪悪な村人たちのスポナーだね。なるほど。ここはあいつらの住処ということか。あ、マリサ、こっちにチェストもある。マジで、何が入っているんだ。ハンバーガー入ってて、お願い。どんだけお前は飯を食いたいんだよ。っていうかこの上から奥の方見える。本当だな。この先にも色々ありそうだな。お、鉄の剣、鉄のブーツ、鉄のつるはし。ちょっと待ってくれ。霊夢の後ろにいっぱい敵いるぞ。本当だ、クリーパーとかめっちゃいるし。またクリーパーかよ。あいつこの島に生息しすぎじゃないか。でもまだ反応していないから大丈夫そう。じゃあ今のうちにここのチェストの中身取っておくか。てかここの中に水入り瓶みたいのがあるんだよね。なんかそれ燃料って書いてあったな。燃料ってなんだろうね。いやー、よくわからないな。今後何かに使えるのかもしれないから取っておこう。そうだな。って霊夢、後ろ後ろ。うおーおー、あんなに遠くにいたクリーパーが近くに。一回避難するぞ霊夢。いやー、急に出てきてビビった。あいつら気配を消して近づいてくるから怖いよな。しかもこの草で微妙に見えないんだよね。この辺にもいるかもしれないから気をつけろよ。ってすぐそこにいました。おーおーおい、マリサ。ごめんごめん。草に隠れて見えなかったんだぜ。ちょうど今その話していたばかりじゃない。もうハートが少ないんだよ。やばいって。もう一体クリーパーが来たぞ。痛い、叩いたでしょ。あー。すまん霊夢。
焦って殴ってしまったぜ。もう？こんなにクリーパーに苦しめられるのは久々だよ。アイテムはまだ置いたままだから回収したいな。回収できたか、できたなら先に進んでみようぜ。わかったー。あ、マリサ、ここにもスポナーがあります。本当だな、ささっと壊してしまえ。おそらく今のがクリーパーのスポナーだったんだろうね。またチェストを発見。今度こそハンバーガーじゃなくていいので食料を恵んでください。さあ霊夢の切実な思いは届くのだろうか。入ってない、でもすごい強そうな防具入ってる。いきなり鉄装備がっつり入っているな。じゃあ霊夢はこのチェストプレートつけてくれ。防具は揃っていくのに食料が全く手に入らないという謎。この島じゃ食料の方が希少価値が高いのかもな。また野蛮な人たちがいる。しかもあいつらなかなかに攻撃力高い奴らじゃないか。マリサを狙っている隙を狙う。ナイス、だが奥からさらに来ているぞ。やばい、この斧持ちおじさん超強い。またやられてしまったー。霊夢、お前のことは忘れない。いやすぐ戻るんですけどね。やばい、私も体力が少なくなってきた。そしてこの状況でさらに敵がいっぱい来る。これは絶望的ですわね。やばいな。二人の荷物が同じところにある。しかもよりによって敵がいっぱいいるところに。うお、来た来た。でも私は防具を持ってない。拳で行く。霊夢が襲われている隙に私は荷物回収する。なんとかそこまで耐えてくれ。じゃあ、拳で倒してやったぜ。え、お前こわ。味方をビビらす私の鉄の拳。とりあえず防具は回収できたみたいだ。私の体力ミリなのでちょっと交代します。うお、またこいつらが襲ってきたな。ひっきりなしに襲ってくるよね。スポナーが奥にあるのかな。さすがにあると思うぞ。じゃないとこの量はおかしい。じゃあまずはスポナーを壊さないとこの敵の猛攻は収まらなさそうだ。すでにいっぱい敵が溜まっちゃってるんだよな。湧いて倒してその後の回復でまた湧いちゃうから。一回思い切っていかないと厳しそうだな小屋。私の着ているチェストプレートって特攻してみる。それはありだな。一旦そうしてみるか。よし、鉄フルになったぞ。あとこれも落ちていたから持っていった方がいいかも。これは、節のトーテムか。一回やられても大丈夫になるやつよ。よし、じゃあ奥のスポナー壊してくるぜ。よし、じゃあ敵の住処を襲いに行っちゃうぞ。破壊神の通りだー。別に破壊神ってほどでもないんだけどな。いいぞいいぞ、あまり食らわないで進めてる。この角を曲がったところに。あった、スポナーだ。よし、なんとか敵に襲われながらもスポナー壊したぜ。マリサー、こっちにも敵が来た。今行くぞ、霊夢。あ、今日のマリサはいつもより頼りがいがある。今日のマリサはって？いつも頼りがいないのかよ。え、だっていつもはクズでうんこでアホじゃん。世の中の三大悪口ワードを同時につけられた。っていうか右奥にまたチェストがあるな。いやマリサ、まだ奥に敵がいるよ。お、マジで、本当だ。あ、やられてるじゃん。やられてるじゃんじゃないわ。まあ敵は倒しておいたからゆっくりチェストでも見ようぜ。そこだけは感謝しとくわ。なんだ、さっき助けた時と全然態度が違うぞ。私を見殺しにしたから一気にマリサの株が下がりましたよ。お前の中の私の株が下がるだけならいいや。何？じゃあ視聴者のマリサの株も下げるぞ。はいはい。そんなこと言ってないで早くチェスト開けようぜ。何が入っているかな？お、金防具だ。そして食料、パンが入っているよ、パンパン。てかここからまたスポナーっぽいもの見えるな。しかも斧持ちおじさんもいるし。どんだけここはおじさんが住んでいるんですかね。でもその金防具のおかげで二人とも防御力が上がったな。これはどんな敵でも倒せるような気がしますよ。いきなり目の前で湧き上がった。タイミング悪すぎる。私はこの敵が落とした砲丸で応戦する。それ使えてるのかちゃんと。ちゃんと使えてるのかわからないけどすごいバキバキって音する。もうそんな音する時点でそれ壊れてるんじゃね。あ、でも今当たったよ。さすがに壊れているとハイエダメージは入るか。いや壊れてはいないんだけどね。あ、そこにもスポナーがあるじゃん。今回は湧く前に破壊完了っと。そして右奥にチェスト、私も鉄防具が欲しい。金防具だもんなお前。強欲のマリサに取られたからね。お前が渡してきたんだろ。はいお疲れ様でした。いやその言い方腹立つ。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、ツイッター、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側、実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうぷ主の日常、ツイッターでは動画の最新情報、ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。